こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ。アカウント無期限停止になりました。アカウント復活方法を教えてください。というテーマについてお伝えします。それでは、早速行ってみましょう。この動画では、YouTube の視聴者様から質問が来ましたので、お答えさせていただきます。メルカリアカウントの無期限なんですが、え復活法ですね、これはあります。なので、ぜひね、 まあ私がやった方法なんですけど、ぜひ参考にね、していただければいいかと思います。はい。で、まずですね、こちら見ていただくんですけど、え、まず、スマホですね。これ全部、絶対変えてください。で、スマホの電波で、これ、あの、キャッチされてしまうので、リカバーしても多分あんまり変わらないと思うんですよ。なので、絶対スマホ変えてください。はい。中古でも直さない,いですね。中古でもいいので、ぜひ、メルカリで使っていないもので大丈夫なので、ぜひ、変えてください。はい。えー、その他ですね、 え、メール、銀行口座、クレカ。これはですね、すべて変更してください。はい。で、これ変更しないとですね、あれ、一発でアカウントをまた持ってかれます。これ、絶対注意してください。はい。で、最後なんですけど、名前と住所と電話番号ですね。え、これはですね、一緒でいいかと思います。はい。で、あのー、以前ですね、私も取られた時に、あのー、IP アドレスの電話番号を使ったんですけど、これ、登録できないんですよ。確か、登録できなかった気がします。 で、普通に電話番号を登録したんですけど、問題なかったので、多分もう今でも問題ないかと思います。特にあの、まあ、ずっともう取られて1年までいかないんですけど、アカウント取られないので、電話番号は大丈夫と思います。はい。なので、まあ、スマホですね、メール、銀行口座、クレカ、これはですね、最低限全部書いていただければね、いいかと思います。もうこれが一つ引っかかるだけでまたアカウント取らてしまうので、ぜひ注意してみてください。 はい。では、よろしくお願いします。LINE 登録お願いします。LINE 登録していただきますと、30分無料コンサル、10万円稼ぎのマリヒーマニュアル、プレゼントします。なぜ10万円稼ぐの詳細に記載しますぜひ、みにしてください。登録したいニックネームかスタンプお願いします。よろしくお願いします。本日は、最後見ていただき、ありがとうございます。番組登録お待ちします。よろしくお願いします。ありがとうございました。